皆さん、お疲れ様です。小川太平の事件考察室え。本日はですね、2022年1月30日、日曜日になります。なので、このね、えー、動画が配信されるのが、えー、まあ2日後になりますので、ちょっと情報はね、更新される可能性があると思いますが、今現在、分かっている範囲でお話をしたいと思います。えー、今ね、えー、ネット等で大騒ぎになっている沖縄県。 これ沖縄市にあるんですけども沖縄県の沖縄警察署の事件ですねまあ私はあえて沖縄警察署事件というふうに目打ちましたね事件はですね本年の2022年1月27日午前1時15分頃沖縄市宮里の路上でですねまあトラブルというかですね 17歳の高校生が負傷したという事件です、まあ、救急隊で病院に運ばれです、ね、この怪我の程度がなんとです、ね、眼球破裂です、眼球破裂、結果的に右目を失明したと。 いう情報が本日私の方には入りましたただ救急隊の方にですね最初救急車を要請した時にはまあ単独事故で怪我をしているといったような通報だったそうですが実際はですね救急隊の方にはその まあ、乗せられた時か、乗せられる前か分かりませんけども、まあ、警察官に怪我を負わされたといったような話をしていたようです、まあ、これもね、今、いろんな情報が錯綜していて、私もですね現在は都内にいます。 まだ沖縄の方に取材に行っておりません。ただちょっと沖縄に知り合いがいたりとかしてですね、そういった話を今ちょっと聞いているところなんですけども、まだまだこの被害者に直接つながっていないので、えー、詳細なことがわかっていません。まあ、分かっている範囲でお話をさせていただいております。まずですね、今回のこの事件がこう発覚というかですね、えー、我々の目に耳に届いたというのはですね、この翌日28日ですかね、えー、若者、 300人から400人ぐらいが、この沖縄警察署の前に集まって暴動を起こしている。っていったようなニュースが、 ままず入りましたこれちょうどですね私がライブ配信やってる時るときにです、ね、ライブ配信やってる方からもそういった情報が、えー、来て、まあ、何かネットニュースか何か見られたんだと思うんですけどもね、私はちょっとライブ配信やっていたので見れなかったんですけれども、この沖縄の、えー、沖縄警察署に集まっていると、この沖縄警察署というのは、ですね那覇市ではないんですね、沖縄市です、まああのー、昔でいうね、古座市ですね。 私は沖縄が好きでですね今はコロナで、えー、ちょっと行け,て行けてないんですが、まあ、昨年はねちょっと取材で1回だけ行きましたけども、えー、普段はは、ね、沖縄に年に5回ぐらい私あの友人等もいる関係でねよく行くんですこの沖縄警察署の管内というのは沖縄市はもちろんですけどもあの茶壇町 茶町って皆さんわかかりますかねこう書けば皆さんわかると思うんですけどね、えー、北谷町とか北谷町っていうのがあるんですが、ね、こう観覧車があるところですけどね北谷町もこの沖縄警察署が管轄していますこの沖縄警察署っていうのはですね沖縄県警の中でも大規模警察署の一つで署長は警視正。署長は警視正です署長はですね警警視か警視かまあ 我々、子力のころは警視正、警視サ,サって言いますけどね、そういった大きな警察署、新宿警察とか渋谷警察とか、そういう大きな警察署は警視正なんですけども、この沖縄警察署の署長も警視正、ですから大きい警察署です、この大きい警察署に300人から400人ぐらい、えー、若者が集まっているとで、なぜ暴動かっていうと、朝方ね、4時過ぎまで、えーまあ、騒いでいたようですけどもね、投石、要は石を投げる。 行為で、ガラスに当たった、あと棒で、捜査用車両ですかね、その止まっている車を叩いたりとかしてたということで、警察の方は器物損壊容疑でもえまあ調べているなんていう話をしてますけども、この300人から400人、当然、怪我した後ですよ、300人から400人が集まったから、この件が。 公になったんですこの若者たちが集まって石を投げた行為とか、車を叩いたりした行為、このことは許されることではないですよ。ね、私もそれのことを、ね、いいですって言ってるわけじゃないんですが、この若者たちが集まって大騒ぎしたおかげで、これがニュースになり、当然若者なんでこんな大騒ぎする必要があったんだっていうところを調べていくと、その前日、ね、こういったことがあったと。 いう話が分かったんであって、この暴動事件というかね、これがなければ公にならない、まあ悪く言えば隠蔽されていたかもわからないということなんです。まあ警察の方はね、警察官と接触があったことは認めているようです、接触、ね、接触があって、眼球破裂しますか、笑っちゃいけないですよね,ね。 失明してるんですよあの高校生の方、被害者、被害者です、高校生、被害者の高校生は今現在入院しています、で本人はえ、右から警棒でというふうに言っています、最初、沖縄県警は、ね、接触したけど、警察官は警棒は左に刺していた、ね、これは普通です、制服の警察官、左に警棒刺してます、警棒をこう抜くんですけどね、抜い抜い警棒を出して、抜いて、 使うもなんな特殊警棒なので、以前、私が警察官なところは、60センチの木の警棒、そのまま、もう,こう伸びたままなんですけども、まあのいつですかね、平成4年、ちょっと記憶がさっきりしません、平成4年ぐらいですかね、そういうふうに変わりました、制服が変わったときに警棒になったと思います、ちょっと定かじゃないです、すみません、あ、まあま先ほど戻ります沖縄県警は刺し,ていた刺していた状態だったと、手にしていく。 は、いなかったみたいな話をしていますけども、その後でですね、まあ、警棒を背にしていたといったようなことを言っています。えー、被害者の高校生の話ですと、右側から警棒でという話をしています。ねえ、どういう状態だったのかなということでちょっと考えています。ここに人がいると、ここに人がいると考えてください。で私、警察官役です。ね、本人がこういるわけです。右目、ね、右側から、こちら側ですね、右側から、 警棒でこうじゃないのかなと思います私のこれ勝手な推測ですよここに顔があるとしてください右側から警棒でこうじゃないのかなというふうに思いますねそれがまあま,、まあ、まさか目を狙ったわけではないと思いますけどもそれが眼球にこうね当たったんじゃないかなというふうに私は、えーまあ、これは推察ですけどもしています警棒でねいくらなんでも顔面を殴ることはないじゃないですか 私は聞いたことがないですよただ、相手が拳銃を持っているとか、ね包丁を持って向かってきているとかっていうなら、話はまた別です、ただ、オートバイで暴走行為をしていた、ただ、これもね明らかではないです、暴走行為が行われていたのは本当な,な,なんでしょうけども、この被害を受けた高校生がそこに。 一緒にたま,たまたまそこにいただけなのか一緒に走っていた中の一人なのかそこもねはっきりした情報がありません、ね、ですけど仮にね走っていた本人だとしてもね顔面をもあの警棒で叩くことはないでしょうと接触とかそういうもんじゃないですよそうだとしたら停止をするためには、まあ、皆さんもご存知だと思いますけども、まあ柔らかいポコンポコンといったようなこのあれプラスチック製ですかね の低脂肪警防よりもっと太いこのぐらいの、ね、大きさ太い、えー、白と赤のこう目立つ低脂肪ってありますあの低脂肪をあのー、まあ太陽地の訓練とかには低脂肪っう本当は低脂肪 じゃないんです。警棒なんですけども訓練の時とかはね低脂肪を使ったりするんですこう当たった時に危ないからこう体育維持私教えてましたけどもそれでポコンなんてよくやってましたけどやっあれ全然なんか痛くもないんですそういう低脂肪で例えばこう止めようとして当たるなら当たっても首だろうが顔だろうがそんなの全然平気です警棒を使ってね右側ですからまさか左手でもってこういうね裏剣みたいにしたんじゃなくてやっぱり右手でこうやったと思うんですよね まあこれはね、傷、うん、害事件、うんまあ、殺人未遂事件になるのかなと、当然ですけども、適正な職務執行だとは、まあ、どう考えても言えないというふうに私は思います、まあ、今現在、まあ、29歳の警察官というふうに、ですねこの少年と接触をした、ね、接触というのはオートバイ同士だと思うんですけども、接触をしたあ、まあ、警察官、停止を求めようとしたという,よう話ですけども、そこで警棒でね。 警棒が当たったじゃないですよ。それは。警棒も当たることあるでしょう。ね。勢い余って、体とか。ね。それが顔に。しかも目のまあ、目はね、狙ってないのかもわかりませんけど、どう考えても顔面です。まあ、あの、この29歳の警察官。この現在、メディア等がね、警察署に問い合わせをしても、今、責任者がいないだとか、ね。詳細なことは調査中だとか。 ね所長はずっと今、警察署の方に詰めているようですが、これですね、あの、まあのまわかりませんけども、その,の周りの防犯カメラだとか、あと車のドライブレコーダーだとか、そのようなところでね、今後、明らかになる可能性、十分にありますよ、ね今、警察官、もうバカではないので、いくら上司がね隠蔽しようとか、うまくやろうとしたって、必ずどっかでね。 えー、内部告発であったりとかいや実際はこうなんですよって必ず分かりますちゃんと真摯な対応を、えー、していただきたいなと思いますしまずは謝罪ではないのかなともちろんその当該警察官はもちろんですけどもそれに関係している方たちはまず謝罪をすることが必要なのかなもちろんね謝罪したからといって右が直りませんよ、えー、先日もね、あのー、電車内の喫煙でね17歳の高校生が、えー、注意をして。 逆にね、顔面骨折というねひ,ひどいね重傷を負ってますけども、今回も17歳の高校生がね右目失明ねどういう状態になるのか私は経験がないからわかりませんけども本当に大変に大変じゃないのかなと思います。本日はですね、今年1月27日午前1時15分ごろ沖縄県沖縄市宮里の路上でですね起こったまあ警察官との 傷、まあ、害事件というんですかね、えー、事件、でこれで、まあ、沖縄警察署の前に、えー、300人から400人の若者が集まって暴動が起きた、そのことによって発覚した事件をお伝えしました、えー、まだね、えー、未確認なところもたくさんありますし、沖縄の,の現場に行けておりません、本日は今現在分かっている、えー、お話をさせていただきまました、えー、以上になりますありすあがとうございました。 小川堀平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします